ために取っておきたいなと思ってるんで。長谷川です。レンタルカートのレースは何回か出たことあって、もう1ヶ月来たんですけども、ちょっとですね、皆さんすごい速そうでビビってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何を見て、来られたんですか？ですね、紹介、友達の紹介。はい。友達から紹介ですね。ありがとうございます。そして、次の人。竹内と言います。はい。よろしくお願いします。何を見てもらったんでしょう？村田さんに村田さんの紹介、やっぱり障害の障害から来たんですね、はい、初めてなんですね。初めてですね。大丈夫ですね、はい、体力的に失敗なだけで、ね、そうですね、はい、今年なんで大丈夫です。ビール飲みすぎてなきゃ大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。はい、そして次の方、自己紹介。シューマッパパで、シューマッパパ、はい、カレー子と申します。カレー子さん、はい、何を見てきたんでしょうか？ホームページいろいろ漁ってたら、はい、あ、こういうの面白そうだなって。本当ですか？移動させてもらいました。はい、何が面白そうですか？ホームページ見た中だろう。あんまりちょっと私カート経験ないんで、はい、カート自体ちょっと面白そうだなと思って。なるほど、はい、ここのやつだったら何とか言っても仲間に入れてくれそうだなってちゃんと出てました。あ、なんとか、はい、なんとかね。そうなんですよ、カート大会で結構マニアックなんで入ってくるの厳しいんですよ。うちはなるべくこうオープンにやってるつもりなんですけど、まあホームページ見て入ってきてくれたんだったらそれが OK ということで、はい、よろしくお願いします。そしてお次の、こんばんは、石井と申します。よろしくお願いします。石井さん、はい、ご初心者ですが手加減なしでお願いします。もう、何を見てこられましたか？紹介で。あ、やっぱ紹介ですね。紹介の紹介もいいですね。なんかね、やる気は十分なんで。でも、楽しくね、やれればと思っております。はい、今日こんなメンバーが初めてのカート大会に参加します。皆さん、顔覚えて、後ろからね、ドンドンとか、1コーナーでインナーからズドンとかね、やらないようによろしくお願いします。4人です。よろしくお願いします。そしてランキング2位、私がランキング2位に入らせていただいております。そして第3位、ロジ山本。お、ほら、うちのつなぎ来てんのか。3人とも1、2、3で入っちゃった。第4位から名前で聞きます。トヨピーどこ。あ、そして気持ちが光って第5位、はい、スカイユ。あ、今年はスカイユ今苦戦してるね今。そして HHR 佐藤。あ、先ほどお子さんが見てましたよ、ライブ放送。あ、らしいです。あ、らしいです。8位、南。そして、日誌、9位。これで、ね、一発出て、いい成績でしたね。日誌の友達たちが、アメリカこの間行って頑張ったね。はい、頑張ってほしいね。BMX だもんね。乗り方なんですけど、他の全人がね、そちら側の方から乗り入れしてください。もう直接言わせてシートをやったんですよ。ハンドルでシートを。QC スタッフはコントロールラインを進めます。33秒3。さあ、そして南もクリアラップをここで取ったはずだ。さあ、10.6秒3。3秒3秒4秒3秒4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 秒
さんがトップで帰ってきた。いいね、オッケー。そして左が33秒22。さあ、ここは東劇客さんと宣言通りの32秒でその真ん中まで入った。そして左東劇が30秒5だ585、はい、素晴らしい。あ、南もいいところにいたんだけどね。33秒22にちょっと入らなかった。早いっす。早かった。早かった。さあ、そのまっちゃん開始コーナーを立てられて、もうコーナーない。さあ、再び今日がやってくる。再び今日がやってくる。33秒36。なんと32秒に近づいた。すごい。コーナー33秒前半。あ、もうこれに マジか。週末パパが33秒116でなんと5位、5番手に入ってきてる。ミナミンがやられてるじゃないか。まあミナミンもね、ちょっとね、レースはいろいろあんのよ。レースはいろいろあんだけど、それを乗り越えて、でも清重企画のようにね、とにかくトップに立つ。さあ、塚湯33秒531から TMY33秒651、トムゾー34秒833、トレロ石35秒、ここまでが34秒台がトムゾーまで34秒台で、そんなに差はないんですよね。ウィストンキャビンが35秒266で、ボス35秒49。まあそんな形で、ポールポジションを取ったのは清重企画でした。お疲れ様です。清重企画、素晴らしい。予選をね見ていてもね、ミッシーとねちょっとこう見ながらとか、トヨピーと見ながらとかいろいろありましたけど、結局清重企画の作戦も腕も良かったという形で、清重企画は見事本大会のポールポジション、ここからスタートいたします。ナイター耐久第3戦チキチキワールドグランプリ Z、 この後ナイター耐久に備えて皆さん準備よろしくお願いいたします。清重企画は、カートナンバー1のチーム、そこに清重企画26、タクティカ、タクティカ宮城が清重企画と入った。なんと。そしてミスター丸山チームは、縦に見てくださいね、ミスター丸山チームは TMI 寝落ちの竹、ウィストンキャビン、HHR 佐藤来ました。スピードしなきゃいけない。今のやつって5分ぐらいですか？あ、5分。あ、バイナンス。わかりました。フリット決めじゃんけんポン。アイコでポン、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 アイコでポン。
大丈夫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 かけちゃったから スポンサーついていただいているクレジットカード DB さんとあと中橋テクさん本当にありがとうございます。はい、おかげで優勝することができました。ありがとうございました。素晴らしい。初めての人、あ、すいません、初参加の登場です。ビビってたんですけどやっぱみんな早くてやっぱビビっぱなしでした。でもすごい楽しかったのでまた参加したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。初めて参加させていただいてすごい楽しかったです。また一緒にできたらいいなと思います。ありがとうございました。いや早かったと思いますよ。初めて参加したんですけど、まあ、耐久レースでスピンしたりとか、まあ、悔しかったんで、まあ、次タイム上がったりスピンしないように、まあ、参加で頑張れるようにしたいです。今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。楽しみながらもうちょっと結果出すという形で、頑張って参加しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。優勝は多分初めてだなと思います。いつも2位3位なんですけど、まあ、初めて今日優勝できて、同級生の、村田とは52歳同じ年で、丸山会長が53ですね。50代3人いるチームで優勝できたってことがとても嬉しいと思います。あ、じゃあ俺間違え36だ俺。あ、36じゃない。じゃあ52歳が2人ってことです。あと20代のこちらもギリギリ20代20代ギリギリの2人も頑張っていただけたので、優勝できました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、インスタグラムのライブ放送、今日の大会はチキチキワールドグランプリ。せーの、もうすぐだったけど、皆さんお疲れさんでした。また次回も楽しんでいきましょう。お疲れさんでした。